常務山川千明です。こんばんは、阿部千代です。年賀状の図は皆さんお考えになりましたでしょうか。はい、ところで今世界最大のニュースといいますとね、ホワイトハウスを巻き込んでいるいわゆるイランゲートと呼ばれる秘密工作事件なんですけども、今日のニューヨークタイムズが事件はレーガン大統領は知っていたといういわゆるすっぱ抜き記事を載せておりまして、この事件今日あたりからレーガン大統領の地位そのものを直撃する形で速度を早めて急展開を始めた感がありました。つい先ほど行われましたホワイトハウスの記者会見でもスピーク報道官の方からですね、あえてこの問題について切り出しております。そして調査してこの事件についてはお答えすると語っております。どうやらホワイトハウスもなんかピリピリと神経質になっているんですね。この事件に注意して見守る必要がありそうです。はい、それでは今日の一本勝負テーマはこちらです。こちら東京の国立競技場なんですけれども、この寒空の下たくさんの人が行列を作っているわけなんです。もうお分かりかと思いますけれども、今度の日曜日7日に行われますラグビーの総名戦、そのファンの人たちによるこれ行列なんですね。今年の総名戦5年ぶりの全勝対決ということもありまして大変な人気、6万2000枚のチケットは2日間で完売いたしまして当日券もないということなんですね。したがってですね、今こうやって肩を組んで大変な状態になってきましたけれども、ここにいるファンの人たちそのすべてが当日券ではなくてすでに自由席券を持っていて、できるだけいい席を確保したいためにこうやってわざわざ並んでいるということなんです。ここがその列の一番先頭ということになるわけなんですけれども、一番乗りの皆さんですね、いつ頃こちらの競技場の方に来られました。もう12月の1日からもう気合い入れて頑張っています。12月の1日ということは月曜日ということは試合のですね6日も前からここに来ていると、はい、こういうことですか。はい、もうすっかりねジャージも決まってますけれどもね、スカイプも履いてね、こうやってずっとここにいるんですか。そうですよ、ほとんどもうここで生活をしていると、そう。食事の方はどうなってるんですか。食事はたまにそこら辺の店取ってお酒で、あとはお酒だけで生きてるんですよ。なるほど、ね、こんなに早くから並ばなくてもいいんじゃないかなと、そんな感じもしますけどね。それやっぱ気合いの問題ですよ。気合いの問題で、はい、なるほど。ですね、こちらの方さっきから大変な盛り上がりを見せているわけなんですが、ちょっといいですか、ちょっといいですか。とにかくこれ大変なんですけれどもね、これほとんど明治のファンの人たちばかりなんですが、ちょっと聞かせてください、いつから来てますか。おとといからです。おとといから。明治今年はどうでしょうね。明治は今年はどうですか。絶対勝ちます。絶対勝つね、ちょっと聞きたいですけど、学校の方はどうなってますかね。学校の方は、はい、学校の方どうなってます。はい、学校は行ってるんですか。いやもう行ってません。行ってない。もうラグビーが全てという感じなんですが、ちょっとですねさらにこう後ろの方へ行ってみたいと思いますが、こうやってこちらの競技場なんですけれども、ほとんどが明治ばっかり、明治の人たちばっかりなんですね。早稲田出身の私としてはちょっと寂しい感じがするんですけども、とにかくこういうわけで国立競技、はい、いやすごいなんかボルテージといいますか、フィーバーというか、すごいですね。夜冷え込みますからお風邪をひかないといいんですけどね皆さん。まだ明日試合じゃなくまだ明日の次でしょ。日曜日ですもんね。はい、まあ5年ぶりの全勝対決ということなんですかね、はい、今回のそうですね、これ本当にブームというか、まあはい、まあ、言葉もないという感じがします。はい、はい、そのラグビーブームを証明するここに資料があるんですが、これは国立競技場の今までの有料入場者数のベスト10です。このベスト10のうちにこの赤いマークのついた6つがラグビーの試合、 その6つのうちの2つが総名戦なんです。やっぱり人気があるんですね。そうですね、これは歴史的なものです、なんでしょうかね。なんか定員が6万2千なんでしょ、あそこ。ええ、6万7千だから日曜日の試合も多分、まあ、史上3位か4位ぐらいに入るんじゃないかと。4位ぐらいになりそうですね。はい、いや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 、びっくりしました。はいはい、今日は、こうしたラグビーブームにスポットを当てて一本勝負お送りします。総名戦いよいよ今度の日曜日に国立競技場で行われることになっております。ゲストをご紹介いたします。ご自分でもアドリブクラブというチームをお持ちなほどラグビーファンでいらっしゃいます、作家の野坂昭之さんです。よろしくお願いいたします。まあ、ね、早速
これどういうことなんですか。やっぱりあの今15人同士のね、つまり30人の男が、あのある一つのグラウンドで持ってると本当に向きになってぶつかり合うというのが普通のあの世間の常識の中でいうと特別なもんだとね、まあ、一種のあの毛と晴れって言葉を使えばやっぱりあの晴れの場所っていう男のね、そういうものじゃないかと思いますけど、ね、なるほどね。こうなるとなんか社会現象みたいな気になりますけどね。うん、そうですね、そんなこともないと思いますがね。あそこに並んでるのはあれはバカですよ。まあ、というお話もありましたが、野坂さんには後で詳しくお話を伺います。それでは注目の総名戦、過去の名勝負のシーンをご覧ください。ちなみに、これまでの対戦成績ですが、どっちが強いんですか。ここ10年で言いますと、早稲田の4勝、明治の6勝となっております。ラグビー人気の先駆けとなったのが昭和50年前後の総名両校スタープレイヤーの活躍だった。背番号10、明治のスタンドオフ、松尾。早稲田の背番号14、快速バックス、藤原。彼らの華麗なプレーがスタンドに女性ファンの足を向けさせた。全勝対決となった昭和56年、下馬評では絶対不利と言われた早稲田が本庄のペナルティーキックでまずリード。後半、重量フォワードを誇る明治が認定トライを決めて15対15の同点。33分、明治バックスのキックをチャージした早稲田がこぼれ球を吉野が拾って右中間へトライ。21対15で5年ぶりに明治を倒して対抗戦優勝を飾った。そして記憶に新しい昨年の対決、早稲田がドロップゴールで先制。しかしフォワード戦でパワーを発揮する明治はゴール前のスクラムからナンバー8高橋が飛び込んでトライ。これで勢いづいた明治は後半18分にゴール直前のラインアウトからフォワード全員が押しまくってトライ。8対6と逆転して優勝をもぎ取った。両校これまでの対戦成績は早稲田の36勝24敗1分けである。まあ、今は代表的な昭和49年、56年、それから60年のものを見ていただいたんですが、どうなんでしょう、他にも名勝負っていうのはいろいろあったんでしょうね。特にあのシクザーっていうね、あの名ハーフがいたんですけども、その頃のあの総名戦というのは、まあ、僕自身が早稲田っていうせいもないけども、あの早稲田が勝ったこともありますけどね、あの頃のあのなんか総名戦はもうちょっと緊迫感があったような気がしますね。あの、まあ、一つにはね、つまりあの早稲田は早稲田側の、あるいは明治は明治側のパターンが決まってたんですよ。だからそのパターンにはまったらどっちかが勝つというふうな、そういう形でしたね。なんか相撲にちょっと似てますね、うん。ところであの、明後日野坂さん当然いらっしゃいます。それでね、あのどうしてこんなにブームになるんですか。一つはね、あのやっぱり青山にあるってことじゃないですか。場所が場所が、なるほど。こう例えば北千住にあったらね、あのそうはいかないと思いますね。はい。でつまりあの非常にファッショナブルなね、スポーツになってるっていうことが、あの一つあるのと、それからやはり大学スポーツっていうのは
やっぱ一種このスノビッシュな感じがありますね、そういうところは、例えば、はい、あの英国の新指導とかなんとか言ってね、はいはいはい、でからあれだけたくさん30人いるのが一人 のレフェリーによってこう全部こう差配されるっていうところに、はい、ややあの日本人に向いてるところがあるかもしれませんね。 あとあれは要するに典型的な格闘技でしょ、うん、あのこう接触プレーがあってね、完全に相手をねこうぶっ飛ばすことができるっていうか、それが許されるのはね、うん、あのラグビーだけなんで、ああそう言われてみるとそうですね、ゴルフも野球もそういうのはないですね、あの野球だってあのアメリカの野球っていうのはね格闘技的なところがあるけども、我が方はお嬢さん野球でしょ、だからあとバスケットだって本当はねもうこうやってものすごいですね、あるいはあのサッカーでもそうなんですよ、ところがそれは日本でもやってると思いますけども、あんまり目に見えませんね、でサッカーの場合はねこう手があるのに手を使わないっておかしいですね、そうね、だから我があのラグビーの方はねもう全身を使っちゃうわけですよ、で何かこう見たところね日本人のね悲壮感に訴えるところがあるんですね、なんか打ちてしやまみたいなね、倒れて後やむとかね、そういうところがあって、だから日本のラグビーはそれ以上伸びないってところもあるんですけどね、なんか禁欲的なスポーツなんでしょ、そうですね、非常にストイックなところが特にね、早稲田の場合にあります、あそれ僕はあんまり、まあ、好きではないって言いますかね、まあ、それは僕の好みだけども、なんだかラグビーって言うとね英国の紳士のスポーツなんていうねへんとこりなことを考えてるんですよ、もっと楽しめばいいんです、名前がラグビーですからね、ラグビー行こうってことになるじゃないですか、ラグビー行こう、けどやっぱりラグビーは人気ありますよ、私も見に行きましたし、ね、特にあるでしょ、若い女性の間にはやっぱりラグビー部の彼がいるなんてちょっとかっこいいですよ、うん、あのつまりそのかっこいいっていうところね、そこのところでも持ってるところがあるんですよ、あでやっぱり あのラガーメンっていうのはね比較的いい男がいるんですね、最近はだもんで そういうふうにこう見えちゃう、地元ラグビーなんてねそこは浅いですよ、うん、まあ今そういうお話も出たんですが、とりあえずここでラグビーファン、熱烈なラグビーファンのこのお二人のご意見をお聞きください。スポーツ原点みたいなね、いろんなあの要素がいっぱい詰まってるゲーム性が、それでそういうようなところと非常に洗練されたところとかうまくミックスされてるところが面白いですね。プロ野球なんか勝った負けた時代になっちゃったんですけどね、ラグビーがそこに行っちゃうっていうのは辛いし、あのただお祭りだけになってしまうのもバカバカしいなっていう、もうちょっとこうラグビーの面白さっていうのはある程度勉強するって言い方が良くないかもしれないですけどね、あの少し知ってた方がね面白さが増すと思うんですけどね、あの悪方あの女の子なんかだとトライする人間だけしか目がいかないみたいなのがありますから、やっぱりラグビーは15人30人でやってますからね、あの他のポジションのことなんかも分かったりするともっと面白くなると思うんですけどね。15ポジションあるっていうのは、野球はたかだか9ポジションでしょ、あのこれ15ポジションあって15通りのみんな働きができるっていう、大きい人小さい人重い人軽い人それぞれのセクションのなんていうかな、あのプロとしてやれるっていうの楽しさってありますね。30年前から質の宮や京都の西京都があちこちのラグビーを追っかけていってました。こういうブームは正直言って嫌いですけれどもね。Thank you.